オリエモンチャンネル。だからもう日本の主要なパソコンメーカーにその後その16ビット OS ってこれがマイクロソフトの実は飛躍のまずきっかけになるんだけど MS DOS っていうのを出したんです。MS d o はいマイクロソフトディスクオペレーションシステムですね。あ<ー>フロッピーディスクってあったでしょ。 はい、ありました。そう。あれに入ってるオペレー、まあ、あれはオペレーションするためのシステムっていう意味で、マイクロソフトディスクオペレーションシステムっていうのを作ったことが、実はマイクロソフトのもう大きな飛躍のきっかけになるんだけれども、まあ、それがすごく大事な話で、これは実は西さんもやっぱりすごく関わっていて、実はそれはすごく、 本当にギリギリだったんだけど、もともと要はベーシックとかしか作ってなかったわけですよ。で、ベーシックってなんか OS っていうよりは、うん、なんかベーシックっていうプログラムを走らせるためだけのシステムみたいな、うん、割とこう単純なものだったんだけど、ド o s,、うんはい、<S っていう、まあ OS っていう思想っていうのができてきたのは、要はいろんなハードウェアメーカーがありますと。はい、Dell とか、なんか IBM とかいろんなのがあって、はい、全部 MSDOS は動くし、その、 先、その後、Windows って出たじゃんはい、うん、出ました、ね。Windows もいろんなパソコンで動くじゃん。はい,はい、はい。ね、いろんなメーカーさんのパソコンで動くでしょ動きますね、うん。だから、MS DOS さえ入れとけば、同じソフトが使えるわけです。その OS の上でソフトウェアが動くんで、はい、それを初めて、その、世界で普及するような OS っていうのを、パソコンレベルで作ったっていう。あ<ー>まあ、その前から、その AT、AT&T が開発した Unix とか、うん そういう、こう、OS はあったんですけど、うん、まあ非常に高価で、庶民が買えるようなものでもなく、パーソナルコンピューターで動くようなものではなかったんだけど、うん、まあ CPU が8ビットっていう、命令セットがだから2の8乗、うん、256個、うん、しかないやつから2の16乗、<わ>65,536個の,だ、ね、あの命令セットがある16ビットパソコンっていうのに変わったわけですよ。 で、そうすることによって、うん、様々な高,高度な処理を高速にできるようになったんだけど、うん、まあ、例えばインテルが、80、最初は186かな。うん、80186っていう CPU。うん、最初の16ビットパソコン用の CPU 出して、これなんかスペースシャトルに使われてたりとかするんだけど。そうなんですかそうなんです。だからスペースシャトルは80186をずっと使ってたんで、それ用の専用のラインをインテルが残してたっていうぐらい、えー、その宇宙用の80186かな。 最初の16ビットパソコンで作られてると言われてます。まあ、あとは、えー、モトローラーって会社が、えー、6万8000っていう CPU 出したりとかして、その IBM が、うん、IBM ってオフィスコンピューター、うん、オフコンのメーカーだったんですよ。まあ、つまりでっかいパソコン。で,ううで,ね、で、パソコンっていうかでっかいコンピューター。昔のなんかコンピュータールームになんか磁気テーブルみたいなぐるぐる回ってる<ー>2001年宇宙の旅とかに出てきそうな、 コンピューターあるじゃないですか。はいはい、あれはお、そう、オフコンみたいなのがあって、はい、だからそれが、まあその時代は主流だったんです、うん、で、パソコンはそれこそベーシックをやるぐらいの、本当になんか、まあしょぼいものみたいな感じだったのが、うん、その、IBM が本格的にパソコンをやると。うん、16ビットパソコンで IBM PC っていうのを作ったんですはい、はい、まあ要は、オフコンのメーカーなのにそれに対抗する安いパソコンを作らざるを得なくなったわけです。 まあそういうのイノベーションのジレンマって言うんだけれども、まあトヨタが EV に、e、EV をガーってやりますみたいな話ですよ。ガソリン車を作ってた、まあせいぜいハイブリッドまでしか作ってないような会社が、もうこれから EV だって言って、ドーンってやるみたいな時に、え、IBM がその OS を作れる会社を探してると。でも最初に来たのはマイクロソフトじゃなかったんですよ。あ、そうなんですかそうなんですよ。要は実は8ビットパソコン用に OS を出してた会社があって、 それでシェアナンバーワンの会社が CPM っていう会社だったんですよ。うん、CPM って OS を出してる会社だったんですよ。CPM って OS を出してる会社にまず行ったんだけど、うん、結構使用対応をしたらしいんですよ。うん、CPM が。CPM の作ってる会社の社長が、なんか IBM のこう、スーツを着た人たちが、あって来たのに、うん、いや、今社長いませんよ、みたいな感じの、割り割りとまあまあまあ、その当時のソフトウェア業界の人って変わり者が多かったんで、うん そんな感じだったんで、マイクロソフトに話が来たわけです。そしたら、その、いや、いや、どうしようってなったんで、そしたら、まあ、西さんもそのボードメンバーだったんで、西さんが、なんか、ソファーの上で、どんどんって跳ねて、やるべきだ、やるべきだ。よ可いい。どんどんって跳ねながら、ビル・ゲイツに、やるべきだろ、これ。って言ったらしいんだけど、本当かうかわかんないけど、まあ、西さん曰く、 でも、そのくらいチャンスだと思ったってことですね。いや、これもやるしかないだろう、つって。でも、ないわけですよ。OS は。まだね。ないわけ。1ミリもないわけ。あ、まあ、1ミリもないわけでもないんだけど、ちゃんと動くものはないわけ。でも、受注しろと。でも、受注したわけ。ベルゲイツは。で、当時近くにシアトル、要はアルバカーキって結構シアトルに近いんで、 シアトルに、シアトルコンピューターって会社があって、はい、そこが一応16ビットパソコン用の OS を作ってたの。SCDOS ってのを作ってたんだけど、はいはい、シアトルコンピューターで。はい、それを買ってきたの。で、とりあえず MSDOS ですってって、出した提出して、これとりあえず大丈夫ですっ,つって。あれもうありますって言って。SCDOS 買ってきてありますって言って。 売った、<え>もう、これで契約しちゃったわけ。それ,じゃそれから大,大急ぎで、はい、ビルゲイツ天才なんで、ああ直して、はい、ちゃんと動くもの、なんとか作って。すごーい。そしたら、どうなったかっていうと、はい、PCAT 互換機とか、DOSV パソコンって言われるような、はい、コピーマシーンができたんですよ。IBM PC があまりにもよくできてたから、MS DOS も っていてここれれからののコンピュータータはこれだっってなって、うん、みんなな世界中のみんんが作り出したんですよ。例えば、ーデールって会社とか、ーゲートウェイって会社とか、とそう、そう日本のパソコンメーカーももちろんですけど、はい、みんな作り出して、それでもう、その p c a t 互換境、d o s パソコンとかなんかそういうのがブワーって流行り出したわけ。それでみんな MS-DOS になっちゃった。PC9801 とかでも MS-DOS が動いたり。 だそういうのも全部だから、要は西さんとかのチームがやって、はいはい、でも本当に世界中が MS o 数に接見されたんですよ。はあ、なるほど。っていうのが1980年代ですね。うん、だから要は Apple とは全く違う世界で、そのグラフィカルユーザーインターフェースも動かないし、普通にあの文字だけのターミナルだけの OS なんだけど、はいはい、それがすごく支持されたんですよね。で、結局まあ、 IBM PC は、IBM の事業としては、一時うまくいったんだけど、その、廉価版の、その、互換機って言われるものが、わーってできちゃって、で、特許とかでも抑えられず、結局、それは認められて、で、MS DOS だけが伸びちゃったっていう。で、最終的に IBM はパソコン事業売りますからね。あ、そうなんですかまあ、シンクパッドってのやってたでしょ。 で、シンクパッドってのはもう十0 18年前かな。うんうん、あの、中国のレノボって会社にバイアウトして。まあ、その辺、IBM はうまいよね。結局、パソコン事業はうまくいかなかったけれども、あの、自分たちはオフコンウルビジネスからソリューションビジネスって言って、企業向けにいろんなシステムを作る会社に変わりましたね、完全に。IBM 自体は。で、伸びたのはもう、急激に伸びたの、マイクロソフト。 確かに中に入ってますもんね。そう。必ずマイクロソフトって。だから MS-DOS っていうのがもう大ヒット商品になって、<ー>もうベーシックなんかもうどうでもいいみたいな感じになっちゃったんですね。<ー>16ビットパソコンでとにかくもう IBM PC 互換機に、うん、あの、の、必ず乗ってる OS ってことで、うん、あの、もう、で CPM は、まあ、CPM86 っての出したんだけど、もう全然ダメで、うん、もう完全に MS-DOS になっちゃった。 で、うん、あれですよ。Windows ですよ。あ、そうだ。Windows ですよ。そう。Windows は、もちろん、えー、っと、95の前に、はい、一番売れた95の前に、Windows 3.1とか3.0とか2.0とか1.0とかあるんですよ。そうなんですねそうなんですよ。Windows 1.0とか誰も知らないと思いますけど、はい、くっそ使いにくい、どうしようもない。<laughs> もうとりあえずグラフィカルインユーザーインターフェースっていう感じの大丈夫それ <laughs>。本当にそうなんですよ。で、同じ時期に、はい、多分ゼロックスのベンチャーキャピタルから同じ時期に投資をされてたと思うんですよね。マイクロソフトも。ほれで、あの、やっぱり、あの、ゼロックスのパロアルト研究所に行ってるんですよ。うん、ビル・ゲイツも。うん、で、やっぱり感動して、うん、GUI だって言って、実はそこにいた技術者引き抜くんですよね。で、その人たちが Windows をまず作っていく。 ただ、要は、Windows も、MacOS の最初のやつも、そのプリエンティブマルチタスクっていう、マルチタスク s OS がなく、その MS DOS の上に Windows もグラフィカルインターフェースをつけただけのものだったんで、あの、本当の意味でのマルチウィンマルチタスクにもなってないし、いろんなアプリケーション立ち上げたらすぐ落ちるし、みたいなものが、とはいえ、Windows 3.1になって、まあまあ使えるものになってたんですよ。 ーマック OS に比べると全然ですけど、そこで Windows95 が本当に1995年に、あの、リリースされて、はい、大ヒット。知ってますもん、私でも。そう。それでも m マック OS は全然売れなくなったっていう。ね、要は、その、世界中の Apple 以外のパソコンで大体動くわけですよ。はい、Windows95 って。で、Apple のマック OS レベルの。はい ものができてたんで、3.1は MacOS の方が全然すごいよねってなってたんだけど、Windows 95になって、あ、これはすごいねってなりましたし、その後インターネットエクスプローラーっていうソフトウェアができて、Web ブ,ブラウザーってのは一番最初は、一番最初にモザイクってのができたんだけど、そのモザイクを開発したやつが、新しい会社、マークアンドリ s o って、俺と俺の一個上ぐらいの人なんだけど、その人が、 あの、ネットスケープって会社を作って、うん、で、それがブワーって伸びたんだけど、うん、それよりすごいのをインターネットエクスプローラーとして出したんですよね。うん、で、それがもう Windows に標準搭載されてたんですよ。使ってました。Windows を入れたら、うん、インターネットエクスプローラーもついてくるわけです。うん、ついてきてた。ちなみにそれを作ったのが、あの、中島さとしさ。ああこの、この、ホリエモンチャンネルにも出てくれてる。 出てくださってますね。そう。あの人が作ったんですよ。あ、そういうことだったんですね。そう、そう。すごい方だ、改めて。すごい方なんですよ。うん。うん。でも、それがだから、実は、それでネットスケープは潰れちゃったんですよ。もう、要は、Windows に標準搭載されてるから、そうです、ね。ブラウザー、もう、ネットスケーブじゃなくてもいいじゃん、みたいな。なりますね。しかも、どんどん、その、エンベレットって言って、なんていうのかな、こう、もう、Window を開いたら、そこがウェブブラウザーになってます、みたいな。うんあ まあ、中島さんの天才性だよね。<ー>うん。その方が使いやすいじゃん、みたいな話になって、うん、完全に Windows95 とインターネットエクスプローーって一体化したんですよ。なんか、ニコイチなイメージです、確かに。それで、ネットスケープも潰れちゃったんで、うん、アメリカの司法省が独占禁止法違反で、マイクロソフトを今度は訴訟し出すわけです、ね、はいはいはい。それは大変だった。 でもうその頃マイクロソフトはもちろん絶頂期で、そこからもう訴訟の10年間ですよ。ウィ<あ>ルケイツも何回も訴訟、関門されて。そんな長いんですかね。10年ぐらいやってたと思いますよ。 別に本人たちは悪気ないただの天才なんだと思うけどあまりにもうまくいきすぎるからそう市場独占しちゃってもうそういうふうな形になっちゃうっていうところはで例えばカのナズーレってクラウドをめちゃくちゃ伸ばしてたりとかいろんな会社を積極的に買収したりとかして今実はマイクロソフトって,急回復してるじゃあ津田アンプリでは月額1,500円でビジネスパーソンの音声聞き放題そして動画も見放題。 ということで一ドル出。